政権公約マニフェストではたくさんのお叱りをいただいてきました。一方で街頭に出て訴えておりますと、マニフェスト政策を見せてくれと、こういう声も最近強く聞かれるようになりました。確かに私たちの3年前の政権公約はいろんな意味で財源の見通しが甘かった、あるいは具体的に実行する力を書いていた部分もありますので、ご批判を受けることはやむを得ないと思います。一方で3年3ヶ月の間に何を約束をし、どこまでできたのか、できなかったことは何なのかということを具体的に国民の皆様に検証いただけるようになったのは大きな前進だったと思います。かつての自民党政権時代、口約束と言われた公約が民主主義のツールとして大きく評価をされるようになってきているのではないかと思っています。さて、今回の総選挙に向けて民主党は政権公約を発表させていただきました。これまでの個別具体の詳細な数値目標は載せていませんが、私たちが目指す日本の姿を分かりやすくシンプルに提示をさせていただいております。5つの柱で申し上げますと、1つは安心の社会保障をしっかりと作るということ、2つ目にはグリーン、ライフ、農林漁業や中小企業振興などしっかりとした経済成長の芽を作っていくということ、3つ目には2030年代原発ゼロを確実に進めていくということ、4つ目には言うべきはいい、そして対極に立った冷静な外交を進めていくということ、5つ目には身を切る覚悟も含めて政治の改革を進めていくということ、この5つをしっかりやり遂げるならば、日本という国は明るい未来を開くことができると思っています。決して自民党時代の公共事業ばらまきには戻らない、そして国防軍や憲法改正の右旋回を許さないという意味で大変重要なマニフェストだと思っております。しっかりと訴えていきたいと思います。